ようございます。キヨピーさん、ハートありがとうございます。おはようではないですね。こんにちは。こんばんはですね。こんばんはのお時間でございます。こんばんは。前髪切ったんよ。正確に言ったら切ってもらったら当たってほしいけれども。見て、アップルウォッチ。なんと父親が買ってくださいました。ウォッチも。まさかのって感じです。びっくりした。あ、そう、前髪ちょっとだけ短くしましたよ。そう、やばいよね。私アップルウォッチ絶対使わない人だと思ってたんですけど、なんかお父さんがアップルウォッチいるって言われたから、まあじゃあくれるなら欲しいって言って買ってもらいました。なんか一応届くよって言ってたんで、せっかく今つけてます。あ、早速つけて、今ね、まだでも同期中でちょっとまだ動かしてないんですけど、設定中なんですけど、そう、くれるならまあ欲しいなみたいな感じじゃない、まあ、くれるならまあいただかんことはないかもみたいな。テサハートありがとうございます。声をしてみませんか。大丈夫です。ちゅーちゃん、レイブス2ありがとうございます。クルニスさん、キンダルありがとう。ちゅーちゃん、ハートありがとうございます。ねえ、さっきさ、じゃがいもも食べちゃったしさ、なんかね、ミスドもちょっと食べちゃったの、大丈夫かな。今日は何、あれと、あれと、マルタレ、うん、今ちょっとお腹いっぱい。入ったよ。文字盤ギャラリーだって。しようかな。うん？ちょっとよくわかんない。よくわかんないんだけど。
するわ。そんで？コントロールセンターを開くにはサイドボタンを押します。はあ、はあ、ウィジェットを終わり操作方法終わったよ。以上ですか？え、あとは何もないんですか？おーい、おーい、なんかもっと教えて。ほんで、ほんで、そこからは、え、あ、これが今あれなんだ、利用可能になるんだね。まだ入ってないけど、すごいね。設定完了しました。ま、めっちゃ分かりにくいこのアプローチ。ちょっと待って見てバカバカ見にきい。え、どこにあったの？そのウォッチ、あ、これか。だって、リュウナさん、昨日はムーブリングを完成できませんでしたね。心配ありません、今日がありますよ。これいちいち超えてくるの？だるい。やだ。余計なお世話です。え、すごい。何これ？ショーモード。これは何？これは何？シアターモード。充電ね。囲碁ね、トランシーバー。は？わかりません。ライトつけるんだ。どこからどうやってライトつける？あ、こういうことね。こうやってライトつけるってこと。あ、くれ？괜찮나요？あ、これが。さあ、これさ、こうやって切ってさ、一個ずつ入れない？ここで入れようとしてるんじゃないの？ラインとか入れたいんだけど、もちろん全然入らんのじゃが、そんなもん。めっちゃ時間かかるもん、これ。そんなもんか。
フローチは充電持ち悪いからね。悪そう。飾りだ飾りみたいなもんだ。アホで設定できるよね。今入れようと多分してるんだろうけど、なんか全然入らなくて一生ぐるぐる回ってる。閉じたらいいな。ジジハートありがとうございます。さっきね、あのローソンでなんか新しくじゃがいもちゃんを売ってたんだけど、めっちゃ美味しかったよ。なんかこんな感じ、こんな感じでぐるぐる回ってんだけど別に見えてもいいんだけど、下のやつ。設定がめんどくさいって言ってそありそう。え、ほんまや、充電の持ち悪っ。たったの今だけで 3% もなくなったで。 Wi-Fi？ Wi-Fi 入ってないよね。やばいね。超絶めんどくちゃい。だ、それはだるだるだね。父親に電話してみようか。父親って、言葉の日行くね。ありがとうございます。あ、こんにちは。うるさいですあのですね、このApple Watch にさ、これ LINE 入れるのってどうやって打つのって。ぽよ、でも全然入ってこないんだけど。ないよ、だってなんかぐるぐるして、あーやーあら、ずっとぐるぐるしてる。連動させた。わかんない。電話？電話、うん。おいイエス、おいイエス。パ
パパと電話中って書いてる。かすかなパパの声だって。聞こえる。ウケる、ウケウケ、ハハ。めっちゃ遅い。でもなんか入ってくんの。え、一応なんか LINE って書いてあるんだけど、めっちゃ遅い。携帯うん開いてる。入ってて、で利用可能アプリって書いてあるところに LINE ペイペイとかこう書いてあるじゃん、がなんかずっとぐるぐるしてるんだって。ねぐるぐるしてんの、全然入ってこない。これうん、で待っとけばいいってこと？これほんでさ、お父さんさ、お父さんが置いてったこの充電器は私がもらっていいん？だよね、ないなと思った。繋がってなかった。LINE とかできんやんて。Thank you for your cooperation. まあそれな。はい、ありがとうございました。はい、さようなら。あれ？さようならって言う前に切られたんだけど、どういうことですかね。やっぱ挨拶って大切だと思いません？なんか尻開いとってどういうことって出たんだけど、な、やめてください。ヘイシリ、反応せんのかい。忙しいのよって。いやいやいや、家にいたよ、家にいて、ラバ何してんのって言ってたもん今。忙しくないよ。トップガン、
ちゃってる。もうあの衝撃が今びっくりなんだけど、どういうこと。え、酔っちゃった。大丈夫。お誕生日おめでとうございます。まあ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 みたいになってんじゃん。私が誕生日みたいな感じになってんじゃん。いやいや違うよね、ポンタが誕生日なんじゃん。ポンタが誕生日なのに誕生日に3万円いただくっていうどういうことですか。マジで間違えちゃったの。ありがとうございます誕生日おめでとうごめん、返す方法ない返してあげたいんだけど、なんかねえ、あのありがとうまあいっか前払いみたいな感じで、あの出世払いにしてください。頑張ります。ちょっと待ってよ。あ、ここのメモに書こうかな。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ponta. Happy birthday to you. おめでとうおめでとうわすごい。イエーイ、ありがとうございます。素敵な誕生日プレゼントです。ありがとう。おめでとう。何歳ですか。どういうこと？ログインさせて。
全然違ったパスワード全然違ったやんやいやん。あ、すごい LINE 来るんじゃ。ほんとだね、来たか来てないかぐらいしか置かない。通知が来たらってだけじゃね。え、何それ、でこっちであれでしょ、どうせ返すんでしょ、こっちで返さんといけんもんね。でよ、とりあえず今日はつけとこう。ねえ、ユニバ行きたい、みんな、みーちゃんユニバ行きたいなって。ハートありがとうございます。2倍貸してあげるお金なくなりました。つらい。じゃあ今いただいたお金でユニバ行くね。じゃあわい、怒られてる時アップルウォッチの通知心拍数が上がっていますってきたよ。パカおもろいそれ。心拍数が上がっていますって怒られてるけね、ちょっとドキドキしちゃう。めっちゃ面白いじゃん。ディズニーも行きたい、どこも行きたい、もう どこでも行きたい、どこでも連れてって、みんな連れてって。いや逆やろがーいっつってね。バリバリなんか肉食のタイガーがあの鹿を食うシーンだった、めっちゃ捕食シーンだった、めっちゃやだ、えぐかった。あれは資金不足で遠征できんが、遠征するのにめっちゃ時間かかるやんだってね、しかも。中に切り時間もかかるし、お金もかかるし、一回行くだけでお金めっちゃかかるもんね、沖縄からだと。ほんとい
ほんといつもありがとう。どこでもドアがあればな。どこでもドア。あんなこといいなできたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。みんなみんなみんな叶えてくれる。みんな叶えてくれる。とっても大好きドラえもん。何をこんなウキウキして歌ったの私は。びっくりしちゃうわ本当。っていうか普通にあの私コナンくん全然見に行ってないんで、コナンくん見に行かなきゃなんです。風邪ひいていかなかったし。なんか今日ツイートしてない、びっくりしてる。だーやばいやばい、ツイートします。なんか今日昔のコナン君みたいな。何見たの？昔のコナン君は何を見たの？マカサカゴシマさん、ハッタハッタハッタ、ありがとうございます。なんで今、わかんない、思い立ったら行動しちゃう。そう、衝動的な人なの、ごめんなさい。ごめんなさい、私もよくわかんない、なんで今なんだろうね。X から飛んできた、おかえり、待ってたよ。それね。それ見てないかも。ギリギリ。ジョリー・ロジャーは見たことあるんだけどね、全然。あすみちゃん、ディディハートありがとう。マックス鹿児島さん、ハットハットハット。ありがとう。チキンタツタは食べたよ、もう。でも私はね、あのね、サムライマックの肉厚ビーフがやっぱ一番。だってパテ2個乗ってんだよ、最高じゃん。でもマックよりバーガー
度みんなで見る？お、いいよ。今度はいつだろうね。土曜日かな。じゃあ土曜日見る？土曜日朝から見るか。A で見ようや。ボスの飛び切り系は食べてる？食べてない食べてないかも。何それ、そんなのあんの？マッシュバーガーが好き。モスバーガーのポテトが一番うまいって私は思ってます。はい、いや、まあこれは個人差本当にあります。好みっていうのがすごいあるんですけど、私は好みやっぱじゃがいも感があるのが好きなんです。だからモスのじゃがいもはもうね太いんですよ。もうじゃがいもじゃがいも言ってるんで、もうあれがうまい、じゃがいもナンバーワンなんで。あんまりそのやっぱそういうバーガー屋さんとか、いやバーガー屋さんに行けば食べるんですけど、ファミレスチェーン店ですね、まあそのマックとか、まあ、あのロッテリアとかそういうところのハンバーガーとかあんま食べないんですよ。てか、まあ、普通にマック行って食べるのはポテトみたいななんですけど、そうで、あんまりバーガーを食べんけ、基準が、私の基準がもう好きな基準がもうじゃがいもになるんで、ポテトが美味しいランキングあ、ポテトが好きなランキングですかね。まあいろいろその含めて、まあでもいいなって最近思うのはやっぱバーガーキングですね。バーガーキングサイズ感でかいんですよ。そう、あれめっちゃ嬉しい食いしん坊の私からしたらめっちゃ嬉しいっていう部分がめっちゃあります。本当にね美味しいもうめっちゃ最高。なんか美味しいし、なんかやっぱ見た目もさちょっとボリューミー的でさ、こううんってね、視界でもこう、あ、お腹いっぱいになれるっていうこの幸せと、食べて美味しいっていうのもあってっていう感じです。で、あのバーガーキングがちょっとね最近好きかな。でバーガーキングで私いつも買うのがハッシュ&バーベキュー、バーベキュー BBQ なんですけど、ハッシュドポテトが中に入ってるんですよっていう代物で、もう私ポテト大好き民からするとポテトってなるじゃないですかでもほんまにうまいんですよ。それはでも、ちょっとちっちゃいんかな、ちっちゃいんだけど、まあ、ポテト入ってるっていう部分でうんチョキってなるんですけど、あとはねチキンフィレオみたいなのがあるんですけど、あれビッグチキンなんとかみたいな、結構でかいんですよビッグチキンは。あれもね、あれはほんまに食べたくなったりするとあうまってなる。もうなんか視界でもでかいし、視界でもでかくて食べても美味しいこの幸せ感っていうのがある。ぜひ皆さん食べてみてください。バーガーキングお近くにない方は探してくださいロッテリアも意外と好き。ロッテリア最近行かないからわかんないな。いっぱい食べてムチムチになっていってね、もうほとんどムチムチみたいなものだけどね、あはっ淡路島バーガー、シマンババーガーですか。うちもねシマンババーガー結構家の近くにあるんですよ。家の近くにはなかった、ごめんめっちゃ持ったわ今いやこれね、あの ENFP の 特徴でね、持って7割ぐらい持って話すっていうのがあったんよ。ほんまにそれって思った今バーガーキング調べたら近くのスタバの向かいにあった、めっちゃ近くにあるじゃん、いいじゃん、はしごしよう、スタバ行ってさ、ドライブスルーしようやあーそこのスタバドライブスルーあるかな、バーガーキングもドライブスルーあったかな
まあいいよ、なくてももう店内で食べよう、店内で飲んで食べよう。よし、じゃあやっぱ最初はバーガーキング行って、よし、じゃあデザート食いに行くかっつって、あのスタバ行こうか。あの実家の近くにも淡路島、すごいね、シマウマバーガー、いろんなところにできるね、いっぱい食べてね。なんかオニオンリングが入ってるバーガーとかあるんで、ぜひ食べてみてください。バーキン近くにあるけど意外と行かない。なんで。でもなんかあるよね、近ければ近いほど気づかないことって本当にある。あのやっぱ何でもそうだけどさ、近いからこそ行かない。そうだけど、ほんまにあの自分もさ、淡路島出身だけど、淡路島紹介してって言われても、あんまりわかんないんですって、淡路島だからって全部知ってるわけじゃないんで、わかんないですっていうのと一緒よね。淡路島行きたいって、一緒に行こう、デートしよう。私が運転するから、じゃあ。お待たせーっつって、あ、やろうか、この間の私のネタ。ご来場お待たせ、あ、ちょっとお知らせします。皆様が安心してパークを楽しめるよう手荷物確認を実施しています。大事よ、ここ大事ですよね、ちゃんと聞いてくださいね。ご協力をお願いします。手荷物検査大事ですから。We will be conducting baggage inspections to ensure that all guests can enjoy the park safely. Thank you for your cooperation. 为了保证各位旅客安心浏览影城，我们正在实施随身行李的检查，敬请各位协助。게스트여러분이안심하고파크를즐기실수있도록수화물을확인하고있습니다여러분의많은협조부탁드립니다이겨키키오마타세맞다どこ見て、ここ見たりか。お待たせ、待った、乗って、どこ行く、どこ行く、いや見えないんだよね、こうやってやっても。どこ行く？え？ディズニー？まあ、ディズニーしかないよな。しょ、ちょっと困ったけど。ちゃんと上にかかんない。ここだけなんか髪出てるのやだ。全部じゃあ上がってくださいだ、そうなるんだったらって、あ、でもクソ似合わないんだが、え、違う、これだからはダメなのかな、これこれじゃ、え、何、おお、すごい、これじゃけ悪いかな。でもね、サングラス持ってないんだよサングラスとかかけないからわかんないんだよ。一緒に後部座席行きましょう。え、いやいやいや、私の運転さばき見せてあげるけ、任せときな。連れてってあげるよ、どんなところまで連れてってあげるよ、任せて。来たよ。ほい。あ。大丈夫。どうしよう、めっちゃ安全運転でトロトロ走ってたこんなに言っててね、やばいと思うよ多分。
もう多分こうやって、ちょっとごめん静かにして、集中してるから。それじゃあジョニー・グリーンさん、ありがとうございます。いや運転したいんですけどね、結構ダンピオどっちが運転してもきっと怖い。いやいや大丈夫だって、だから任せときな、もう安心して、安心して後ろ乗っていいから。ま、命は握ってるんですけどね私が。その分責任感持って運転させていただきますから。運転免許持ってないやつが言ってますけど。運転中は喋りかけないでっていうタイプかもしれんけん、もう多分あの最初もう緊張すぎて、そこ助手席じゃないんだ。確かにね、隣は座らせないタイプ。後ろ乗れ。確かに隣が一番怖いけんね、ほんまに助手席一番危険じゃけんね、もうなんか事故があった時とか一番怪我するの助手席だから、ほんまに危ない。後ろのタクシー乗るわ。え、多分ね、タクシー乗るじゃん。で、前の車と一緒に行ってください。前の車、お知り合いですか？めっちゃ遅いんですけど。煽られそう。横で爆睡したら、しばかれそう。え、もう、もちろん。おいって、何寝てんですかね。そんな勇気もうなんかどうなんだろう、自分もあもう事故りそう一緒に。なんで寝てたら、でも寝てたら寝てたで、まあ、別にいいけどね私は。そのもし私が運転してたらね、してて隣の人がその寝てたら別に嫌ではないかも、あもう寝てていいよってなる。そんな別に、あでもまあその時によるかもしれんけど、眠くない、自分が眠くない時に、ね、寝るのは全然構わないかもしれんけど、眠たい、私も眠たいのにね寝てるっていう状況だったら、もしかしたらまああのプンスカプンプンってなってるかもしれんけどね。あにゃーみたいな、君の兄寝てんですかねみたいな感じで下ろしちゃうぞっつって。今の感じだったら別に大丈夫かも、寝てていい。でも逆にその私音楽かけながら何かしたいタイプだから、音楽かけててもいいみたいな、それでもあの寝れるんだったらいいけどみたいな。だって隣めっちゃうるさいかもしれん、寝るのはいいけどバカうるさいかもしれん私。もうめっちゃ爆笑しない、爆笑じゃないわ。あのめっちゃ熱狂しながら、熱狂待って、言葉が熱唱だ熱唱しながらあの運転するかもしれんけど、それででも寝れるならいいよ。ちりちゃんあんたありがとう、マジ爆音で書きますけど、一生一人で喋ってそう。あーそういう時もあると思う、多分一生一人で。いやでもさ、なんかこういやなでもなーんーよくわかんないなーみたいなさ。それもあると思う。方向音痴ではない、私ね方向音痴ではないんですよ、そこははっきりと言える部分もある。ちゃんとねそのやっぱお父さんお母さんがね結構さ、まあ特にお母さんなんですけど、あのねよくなんかさ、止めた車どこに置いたか分からなくなるとか、ああいうのとかはね全然大丈夫だし、もちろん初めて行くところとかだとちょっとねこううろうろしたりするんですけど、でもあのもう一回行ったところだったらもうほぼ覚えてるんで大丈夫です。高速に乗れなさそう、え乗れるよ、え何を言ってんのだから、まだ運転免許運転免許取ってねえやつが何こんなさ長々と喋ってんですかね。なんで小屋の7人がかかってんの、
かユニバの音源流してから多分淡路島行きたいって。おお連れてくか間に合わん間に合わん絶対に。えマジで運転したいんですけどね。運転免許欲しいね。なんかちょっと遠いんじゃないかな。いやちょっと遠いよ。そんなお金ないです。およよよよ無理なそう。免許高いんだってんで。あら通知来んかったよ。こっちから。なんで？30ぐらいでしょ。だって多分、いや変わってないよ多分。多分30ぐらいだと思う今も。うん、そんなお金ないよ。免許取りに行ったら遠くに当分行けなくなるんだわ。うん、やだー、そんなの嫌や。でも年パス持ってればね、行けるっちゃ行けるんだよ免許取っても。1万円ぐらいで行けるんで、夜行場だったらね。ちょっと待ってよ。今何を。合宿だと早く取れる。やだ。合宿なんかよくわからない。さっきのタワー10回分か。怖い怖いもう怖い。ユニバは年パスなら一緒に行くなら多分いや、うん、そうだね多分ぐらいしかおらんね。僕ちゃん友達。
呼ばれたら行きますが、来てほしい気持ちは山々なんだけどね。山々なんだよ。ね、何をしようとしたんか忘れちゃったじゃん、みんなのせいで人のせいにしちゃうんだったからね、もうまったく。何をしようとしたら 30万ぐらいでできるっていう話をして、えそこから、そこから何だってんで、そうそう、でも広島ってどこなんだろうって思って調べとったんよ今。広島自動車学校、自動車学校ですか、免許、自動車学校、30万だ、30万、基本は28万って書いてある。オンライン学科だって、なんだそれ、マジかよ、やばいね。なんか漫画いっぱいあるって書いてある。やばいね。え、オンライン授業結構楽かもしれんな、それは。遠いんだよね、ちょっと場所的には。普通免許、普通免許になるの、普通、ん中型、チャリで行けそう、チャリではちょっとね行けない距離だなんだよね。キソボさん、あとありがとうございます。何が何だかよく分かってないですよ、だってと普通2種、準中型、中型って書いてある。トラック運転するあ、トラックは運転しないあ、二輪はバイクかえ、あー、そういうこと、バイクは怖いからいいや、普通ね。AT って何？ん？オートマ？へえ。
高いな。え、でも私もう一個の方のやつやりたい。なんかガチャガチャ動かすやつ。ガチャ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 ってやりたい。え、マニュアル？え、マニュアルやりたい。がいい。またすい。でもね、全然値段違うんだけど。えぐすぎ。マニュアルは30万するけど。あー、まあでも2万違うだけか。まあだったらマニュアルでもいいかな。そのこだわりが。絶対。無理？私には。あたひには無理かね。ね、全然違う。マジか。まあこんなまだ先の先の先の先ぐらいの話ですけど、したいな。でもやっぱなんか運転車ないとあんまりさ、その広島におってもなんかおしゃれなカフェとかさ、すごい行ってみたいところあるんだけど、ちょっと遠いんよね。でそれがやっぱ車あるとさ、まあちょっとこう空き時間だったりとかでも行けるし、それこそちょっとお休みの日とかにさ、ちょろっとこう行って写真撮ったりとか行けるし、いいなって思ったりするよね。車あるの？うん、ないよ。深夜に好きな曲かけてドライブとかしてみたい。乗せてやるよ。後ろの女。絶対隣じゃない。隣は乗せないタイプ。ヒロシは車乗り多いからし、確かにね。しかもなんかやっぱ路面も通っとるけさ、ちょっと怖いよね。まあ、市内ならね、車なくて全然いいんだけどね。夜の英語の帰りは音楽ガンガンで帰宅するよ。お、いいよね、音楽ガンガンで帰るのはね。ちょっとなりすぎてるのはちょっとたまに嫌ですけど。隣のセロ。いや、隣ダメなんで。指定席なんで、ここ。あ、予約席なんで、予約してもらわないと乗せらんないんですよね。あの予約料金1万。1万払わないと隣に乗せられないで、まあ、 あの終日1万なんでね。うん、半日1万とかじゃないっけ。2時間1000円。2時間1000円やばいね。2万4000円。予約席だけ。配役とレギュラーがする。知ってるよ。いや、あんまよく分かってないけどもね。
ないですけど。あ、起きてるほら。大事な。皆様が安心してパークを楽しめるよう運転席になります。手荷物確認を実施しています。え、まさかの私が後ろ。Ladies and gentlemen, we will be conducting まあまあまあ、そんなわけになって。私が責任持って運転してやるよ。だから後ろのな一日で一万なら普通じゃね。マジ本当。じゃあ1時間2000円でいい。1時間2000円ってなったら4万。4万8000円。やば。後ろ座ってて途中から予約席誰か座ってきたら乗ってきたら焦る。いやそれはね、まあ友達とか友達限定、友達はまあ予約なくして大丈夫ですか確かにね。でもまあ予約なんで。助手席にブレーキいるね。やばすぎ。後ろからブレーキかけてくれるの。あ、じゃあ後ろの席はブレーキ専用だ。前見えないのに怖。みゆちゃんと一日入れるなら安い方やね。え、一日入れるかはどうかわからんよ。それもまあ確かにその単純計算24時間ずっと一緒にいるっていう計算だと4万8000円ですけれども、まあ一緒にいない可能性の方が、半日とかねだったら2万4000円か。半日で1、うん、はい、まあ半分ですね。めっちゃやばそう。なんか後ろとかからめっちゃなんか「みゆちゃんみゆちゃんブレーキ!」みたいな言われてさ「はあはあ!」ちょっと黙って写真とかにしてよ集中してんのみたいな言ってそう。りょうちんさん、初見こんにちは。兵庫県町町広島在住の門脇めなです。てかほとんど撮影会並み。え、撮影会もう写真とかマジ NG すぎるからな写真撮ったらもうあのお姫様抱っこして退場なんで。間違ってアクセル踏んでた。もうそれはねめっちゃ言える。でガーンって話しちゃう。もうってあ危ない。ごめんみんな大丈夫。ジェジハートありがとう。金取られるしそんなんだし絶対乗りたくないとか言って、君の心は乗りたがってんだろいや私だったら絶対乗れ絶対乗れない。私だったら怖すぎ。先生も乗ってんの。先生女すぎだから後ろは無料だからね。別にあの隣だけね、助手席だけまあ料金かかるだけなんで、後ろは別に料金かかんないんでね。何の話をしてるんですか横から言われたらヒステリックになりそう。言われなくても分かってるからって切れそう。それはね全然ありそう。で黙ってよみたいな、もう言われなくても分かってるってみたいなちょっとは静かにしてみたいなずっと言ってそう。みゆちゃんそんなんじゃないよそんなんじゃないそんなんじゃないちるちゃんハートありがとう。これももちろん黄色、うん、もちろん黄色ですよ。黄色限定、黄色しか見れない。ちゅうちゃんありがとう。
母さん。兵庫県はじめし広島在住の門脇美奈です。 Hello, my name is 美奈門脇。 Nice meet you。 テサハートありがとうございます。確かに免許取り立ての頃ガチャガチャ言われるのにうざかったなって。ねえ、やっぱそうだね。免許取ったら推しメンとドライブできるじゃないですか。あ、なんかそういうイベントもありかもね。まあ、隣にまあ先生いらっしゃいますけど、その責任者というかまああの監督みたいな感じでちょっと座っていただいて。ありだね、そういうイベントも。それはまあやけなんかメンバーシップ限定のイベントとかさ、そのファンクラブ限定イベントみたいな感じでしかできんけど。募集してね、1日ドライブデート、何人かと一緒にってなるけど、何人かと一緒にドライブデート。めっちゃ途中からやん。先生が乗りたがらやばいかも。マジ乗りたがらなさそう。ジェットコースターより楽しそうだね楽しいって言ってられるのも今のうちだぞ。運転したいね。免許取ったら車庫入れは絶対練習して。ヘイヘイ兄貴、やらせていただきます。実際いつまでに乗りたいとかある？そうやな、あんま明確にそう考えたことはなかったかもな。いつまでに乗りたいかな、長く見て25ぐらいまでには取りたいかもとは思うけど、さすがに25ぐらいまでは。でもまあ取れるならもうすぐにでも取りたいぐらいの心の勢いではあるんですけど、うん、そうですね。そうね、だんだん23までには撮りたいっていうのもあるかも。ヨシさん金ハありがとうございます。あすみちゃんハートありがとう。
勉強のための500円玉貯金始めよう。やるか、500円玉貯金。ちょうど500円玉あったけど貯めるわ。あれあれ、なんか貯金玉、貯金玉ってないね。すぐなくなった絶対。そんなもんよ、そんなもん、そんなもん。人生あんまりうまくいかないことなんてたくさんある。すべてがうまくいくわけじゃないからね。しょうがない、しょうがない。びっくりした。送られてもあ、違えない。もう一瞬にしてアプリが来た。あ、スノーユーさん行ってらっしゃい。待って、キカタさんハートありがとうございます。よし、じゃあ私の愛心はもらおうかな。
明日は最終リハというかをして最後の確認を行って琴音の日挑ませていただきます。琴音の日行くね、ありがとう、楽しみです。ジージハートありがとう、ともともさん、流れ星まこいさん、金太郎ありがとうございます。はい、本当にね、やっぱソロでこう活動し始めてから初めての、フェス出演になるのですごく緊張するし、やっぱ東京に行くことっていうのもめちゃめちゃ緊張するんですけれども、呼んでいただいたからには、少しでも自分の爪痕もね残していけるように、そして何よりも琴音の日を、精一杯に盛り上げていけるように頑張っていきたいなと思っております。とりあえず明日最終リハを行ってから、はい、心の準備をして参りたいと思います。ということで私は寝ます。あみさんありがとう。で私の出演時間がですね3時なので、はい、皆さんよろしくお願いします。始まっても普通2個目ぐらいに私の出番になるのでちょっと早いんですけれども、ぜひ見てくださると嬉しいなと思います。応援しに来てくださるよという方本当に嬉しいですし、たくさんたくさん声を出してくださると嬉しいです。まず最初の1曲目はもう皆さん門脇を知ってらっしゃる方だったら絶対知っているあの曲でございます。ミミミンミミミンって言うんで、皆さんね、私がせーのはいって言ったらミミミンミミミンうーしゃみん、ミミミンミミミンうーしゃみん、ミミミンミミミンうーしゃみん、うさうさうさうーしゃみん、これ出してくださいお願いします。初っ端こちらになりますので皆さんぜひ声を出してくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、合計してはいです、よろしくお願いします。はい、頑張っていきたいと思います。ジージハートありがとう。それではゆっくりとお風呂に浸かってイメージトレーニングをしながらやりたいと思います。それでは男女読んじゃうぞ。13位焼きそばさん、12位かっくん、11位シャイニングフィンガーさん、10位スノーヒルさん、9位ぬっしー、8位タイヤさん、7位天津風さん、6位フッさん、5位モーさん、そして4位がチリちゃん、そしてそして今日の第3位がトシさん、ありがとうございます。で第2位がジージー、琴音の日の琴音の日楽しみ、全力で声出すからね、マジでマジで声からしてこわ、よろしくお願いします。で第1位は本日お誕生日ポンタン、いろいろだったけど朝も夜も会えて幸せな誕生日だったよね。本当に今日2回も配信できてよかったです。お誕生日おめでとうございます。素敵な1年にしていきましょうね。忘れられない1年にしていけるようにたくさんの思い出を作ろうね。なんか本当申し訳ない、ありがとう。ありがとうね、出世笑いとして。3万円に応えれるように頑張るわ、ありがとう。ではでは皆さんありがとうございました。また明日の朝配信でお会いしましょう。ではおやすみなさいですよ。これもまた夢で会いましょう、言いますか、みんなで行きますよ、せーの、今宵もまた夢で会いましょう、おやすみなさい、またね、また明日ね、おやすみ、今宵夢